下野六太君公明党の下野六太でございます総務委員会初めての質問になります今後よろしくお願い申し上げますまず初めに武田大臣総務大臣のご就任おめでとうございます私もあの福岡選挙区でありますから大臣の地元の方々が この総務大臣就任の喜びの声をたくさんお伺いをしております。特に大臣においては、地元の有権者の多くの方々が正義の人だという声がよく聞かれました、正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると、はっきりあの物言いが気持ちがいいという声をよくお伺いしています。そして何より多かったのが 有言ったことは必ずやると、実現をする、実現力は抜きん出ているという声をよくお伺いしましたので、私もしっかりあの勉強をしまして、これから地方自治はじめ、消防やさまざまな形での改善を、この委員会で質問させていただき、 国民の皆様の暮らしが良くなっていくように努力してまいり、保存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。早速ですが、来年創設されるデジタル庁創設についてのお質問をさせていただきます。国民は、このデジタル庁創設によって、日々の暮らしが、暮らしの何がどのように変わるのか、便利になるのか、 理解をされていらっしゃらない方が非常に多いかというふうに思います現時点で結構ですがえ暮らしがどのように便利になるのかということを国民に向けて分かりやすく教えていただければと思います内閣官房二宮内閣審議官お答え申し上げますデジタル改革の目的は多様な国民がデジタルの活用によって ニーズに合ったサービスを選択でき、幸せになれる誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化の社会を目指しているところでございます。これを最終的な目標といたしまして、デジタル化で利便性がを享受できる環境、例えば、官民の提供いたします各種の手続きやサービスにつきまして、スマートフォンでいつでもどこでもワンストップで行うことができる。 でありますとかまた出生子育て就学介護などのライフステージに合わせまして必要となる手続きを時間軸に沿った最適なタイミングでプッシュ型の通知を受けられるような環境を整えていくということを考えてございますまたデジタル化の推進によりまして場所や年齢などを問わずいろいろな選択肢を持ちながら質の高い生活を送ること 例えば、豊かな自然環境に恵まれた場所からデジタル空間で仲間とつながり、協力して仕事ができる、またデジタル空間で世界中の教育機関の優れた講義を受けたり、文化、芸術に親しんだりすることができるといったことを実現をしてまいりたいと考えてございます。その上ででデジタル化するるることで空いた時間をさらなな経済活動やいろいろな地域活動動や地域にに使えるようにしてまいりたい 考えてございますいずれにいたしましても、す、え、べ、ー、ての国民がデジタル化の恩恵を最大限、享受できるよう、また先生ご指摘のとおり、えー、便利さを国民に分かりやすく伝えられるよう、えー、引き続き検討してまいりたいと考えてございます下野六太君。非常にあの分かりやすいご答弁、ありがとうございます。あの国民の皆様が今の答弁を聞いて、えー、非常にあの心強く思ったのではないかというふうに思います。 次にマイナンバーカードについての質問をさせていただきます。このマイナンバーカードについては、あの地元の多くの方々からあの不安な声をよく耳にします。その不安とは、銀行口座をすべて紐付けをすると、国から個人の資産を監視され、管理をされてしまうのではないかというようなお声をよく耳にしました。マイナンバーカーカドについて 個人の資産を国から管理されてしまうのではないかという不安を抱いている方々に説明をお願いいいしたいと思います内閣官房、内閣審議官お答え申し上げます。まず、預金、あの預金口座とかですね銀行口座につきまして、紐付け、この紐付けする番号というのはマイナンバーでございまして。 それではマイナンバーカードで,で、例えば通常よく利用されます、電子的なの本人認証というのは、これはマイナンバーを使っておりません。従いまして、先生のご質問の主張で、マイナンバーの紐付けだというふうに思いますが、マイナンバーの不満につきましては、公平な税負担とか社会保障給付の実現する観点から、平成27年の法改正によりまして、平成31 30年1月からすでに開始しているところでございます。先生ご指摘のとおり、 マイナンバーに銀行口座番号がひずむのきますと、そういう銀行口座の中身がです、ね、あの政府に見られるんではないかとか、あるいはあの監視されてるんではないかというふうなこ声こを聞きますけれども、あの番号というのは、所詮は個人を特定するためのものでございまして、銀行口座の中身をです、ね、政府が知るためには、人間が行って調査するなり、あるいはそのシステム的にです、ね、中身を銀行のシステムと政府をつなぐというようなことがないとできませんが、 現実問題として、そ,のそういうです、ね、銀行の,です、ね、あの情報が政府にです、ね、常時抜けるようなシステムではございませんし、それは法律上できないというふうになってございます。一方で、えー、従来より政府が個人の貯金残高を確認できるのは、あ法令に基づきまして、例えば、えー、生活保護におけます視力調査でございますとか、あるいは税務調査などで,です、ねあの、法令に基づき調査する場合におきましては、 まあ従来からまあ政府がです、ね、個人の残高を確認できる仕組みとなってございまして、この調査ができるかできないかというのとです、ね、不安があるかないかというのは、全くあの無関係でございまして、えー、不安によりましてです、ね、そういう意味であの蛮行がつくからということで、政府がです、ね、預貯金を把握できるように,なる,るようにな,るなるということは全くないというふうに考えてございます。まあ、こうししたこの国民の不安とか誤解につきききましては、まあ、引き続き丁寧な広報周知を行い これを払拭してまいりたいと考えてございます。下野六太君、ありがとうございます。あのよく国民があの理解をしてないというようなことからやっぱりあのいろいろな不安が生まれてきてるのではないかと思いますので、引き続きあの丁寧に国民に向けて説明をしていくようよろしくお願い申し上げます。それではあの最後の質問になりますが。 社会全体のののデジタル化にに対すする地方の負担についいてて質問をさせていただきます現在、地方の予算を使って、独自でデジタル化の取り組みを進めている自治体が多くありますけれども、地方のデジタル社会を実現していくにあたり、総務省はどのように進めていくのでしょうか。具体的には情報システムの標準化や自治体 DX 計画などについて、検討が進められていると思いますが、その検討状況や、 国地方とも財政が厳しい中自治体への支援策についてお伺いをさせていただきます大村地域力創造審議官お答えいたします自治体におきまして行政サービスのさらなる向上効率化のためにデジタル化を進めていくことは極めて重要でございます総務省といたしましては超自治体の意見を丁寧に聞きながら関係府省と連携をして 地方のデジタル化の取り組みを進めることといたしております具体的には、自治体情報システムの標準化については、本年7月に閣議決定された、保護トの方針におきまして、財源面を含め、国が主導的な支援を行うこととされておりまして、現在、関係府省と連携して検討を進めているところでございます。また、自治体の DX を推進する計画につきましては、先般、専門家や先進的な自治体にご参加いただきまして、 地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進に係る検討会を立ち上げまして、標準化に伴う業務プロセスの見直しや、手続きのオンライン化を含めまして、地方自治体のデジタル化の進め方を検討しているところでございます。年末に向けて、各地方自治体における取り組みの指針、及び国による支援策を取り求めてまいりたいと考えておりまいしもわ六ま君。 午後1一時に再開することとし、休憩いたします。 ただいまから。